皆さんこんにちは。エフェクターの説明をしております、ギターバカチャンネルです、今回はですね、ちょっと短めの動画をしようかなと思ってます。何かと言いますと、パッチがどうなってるのかですね。これ基本的に1から50番目、50バンクあって 1,2,3,4 なんで200入ってるわけなんですけども、基本的な、操作としましては、この1と2を押すとバンクダウンで39、38とこう下がっていくわけですね。で逆にこの3と4を押すと35、36、37という感じで上がっていきます。なんで、これバンクダウン、バンクアップっていうのは、それという感じですね。で私の場合は、これも便利なんですけど、どのバンクを使うか設定できるんですよ。なんぞやっていうと、私の場合は、今、26バンクになってるんですけど、これをカチッと押すと40になります。つまり、26から40までしか使わないよっていう設定にしてるんですね。ライブとかで例えば、3つしかバンクを使わない場合、あると思うんですよ。で踏み間違いで1個上のバンクに行っちゃった、下のバンクに行っちゃったっていうのが、かなり、ミスになるというかですね、めちゃくちゃ勢いあって、こっから歪みやーいう時に、急にクリーン来たみたいなね、そういうちょっと寂しいことが、ギタリストの皆さんなら分かっていただけると思うんですけど、ベーシストの皆さんも分かっていただけると思うんですが、それを防ぐために、こういうバンクの制限をするっていうのもできます。これなかなか便利ですよね。はい。でですね、あとバンクを変える前に、いちいち、例えばですね、40の1から39に飛ぶ場合、これ惜しいの、これ。これ練習の時とか、設定する時にそうなんですけど、この一番左のノブ位置を回すと、これでも設定っていうか、操作できます。こんな感じですね。これもなかなか気が利いてますよね。はい。バンクに関してはこんな感じですね。はい。あと、今回の動画で一応言っておきたいのが、このメニューですよね。メニューを押すと何が出るのか。これ、順番に行くと、ディスプレイ。これ、コントラストを変えれる。こんな感じで薄くなったり明るくなったり、だいたい13、14ぐらいにしてるんですけど、とかグローバル、これグローバル EQ のことです。ミッドとかもいけますね。基本ですね、アンプにもよるんですけど、基本自分はこれ0にして、各パッチごとにも設定できるので、基本0にしてフラットの状態で使ってます。でプレイは、エクスプレッションとかですね。こんな感じで。番号、これさっきのやつですね。番号26から40までしか使わないです。とか、1と2、2と3、3というのを押すとどういう風に動作するか。とか、ビートこれにするとですね、カチカチ光ります。これ何かっていうと、タップテンポ。でしたっけ、ディレイするときにですね、どれぐらいの BPM でいくか、ここで光で教えてくれる。これもなかなか便利なですね、気が利いてますよね。ここにも設定できるんですけども、基本ここの人が多いのかなっていう感じですね。僕はあんまり使わないんで、基本これはオフにしています。はい。とコントロールアウト、これはですね、ラッチかですかね、僕あんま使わないんですよね。基本的にそのコントロールアウトでアンプのチャンネル変えるとか、あとフットスイッチではなくて、例えば歪みのチャンネルを変えるとか、そういうのが操作できるってやつだったと思います。間違ってた、すいません、だったと思います。あとは、このノブですね。1、2、3のノブの設定というか、何を使うかと
というやつと、まあ僕はパッチを変えるの、パッチレベルを変える、でこうグローバル EQ のレベルを変えるっていうのに入れています。まあこれはアンプ用ですね。はい、あとはミディの設定ですね。クロックアウトするかとか、あ、これはですね、あのマニュアルモードにした時のナンバー1、2、3とかをパッチごとにするか、まあ全体を通してグローバルにするか、システム全部で一括でやるかみたいな。まあ基本的に僕パッチごとで変えることが多いので、ほとんどパッチにしてますね。はい、パッチごとに設定するになってます。で次がオートオフ。まあ、これすると、どれぐらい、何分やったか忘れたんですけど、まあ、何分かで落ちると。まあ、省エネみたいな感じですかね。まあ、基本僕はすぐ切るので、オフにしています。で、これが最初のファクトリー、最初の状態にリセットするって、これ押すと終了するので、終わっちゃうので、ほぼ使うことはないでしょう。はい。みたいな感じで、メニューっていう、ものがあります。これもですね、結構もう割と気が利いてる仕様になってるんじゃないかなという感じです。はい、今回の、ね、動画はこれまでです。はい、また動画上げたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。またよろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。またコメントもこれやってとかありましたら、ぜひぜひ書いてください。ありがとうございました。Thank you.